Ready? Action. Why, hello. Yeah. Bonjour. Hi there. My name is Noel da. Welcome back to my channel, guys. So, みんな、チョコレートは好き? Ah, j'adore le chocolat. I do. I love chocolate. 日本シュークリーム協会会長だよね? Yes, I am. 日本シュークリーム協会会長。年間300個近くのシュークリームを食べ比べるんだけど、チョコレートは別腹だ。ただ、いや、だからこそ食べるなら、I want to eat a...Good chocolate. Today I'm going to introduce you guys 体にも環境にも優しい絶品の organic chocolate. Ta-daan! Pana chocolate だ。 So, pana chocolate is from Australia. In Japan, you can buy them in an organic supermarket called Biosebon, or you can also get it online. So, I'll leave the link in the description box below. このパナチョコレートなんだけど、普段からお気に入りで、So,I posted on Instagram and then パナチョコレートの公式アカウントがその投稿を見てくださって、今回お礼という形で They sent me this special box. パナチョコレートさん、メッシー僕 I really appreciate. さあ、箱の中身は何だろうね。あ、今のちょっと YouTuber っぽかった。 Let's see what's inside the box. あ、今更なんだけど Did you notice anything? さあ、 Wow, very niceVery, very nice! すごい!今回、素敵なパナチョコレートが、なんと、こんなにたくさん、最高すぎる。And they also sent me a message. ノエル様、こんにちは。パナオーガニックの日本輸入元の株式会社、メイベルジャパンさん。ありがとうございます。大好きなパナチョコレートがこんなにたくさん。なんて素晴らしいんだ。今からその魅力をみんなに伝えていくよ。So, it says here,Organic, handmade, vegan, gluten-free, no dairy, no refined sugar, no soy. 使われている材料は全て有機認証のオーガニックで、しかも手作り、そして 100% 植物性のヴィーガン。それに加えて、小麦不使用、gluten-free、乳製品も使ってないし、精製された砂糖、あとは大豆も使ってない。こんなに環境を配慮して、なおかつ、たくさんの人に美味しく食べてもらえるチョコっていうのは本当に珍しいよ。ついよりこだわりを感じるよね。しかもこのチョコレート本当に美味しいんだ。ちなみに今回紹介するフレーバーは Sorry Flavors はシナモン、Fig and Wild Orange、 Coconut and Goji、 Sour Cherry and Vanilla、 Mint。 え、かわいい。 As it says hereどうやらミントが一番人気のフレーバーらしい。ちなみに僕もミント大好き。いいね。まずフレーバーフレーバーズがおしゃれだよね。チョコレートでシナモンのチョコっていうのも珍しいし、あとフィグ and wild orange っていう、このフィグはイチジクを使ったチョコレートだったり、 and we have coconut、 ココナッツとゴジベリーっていうベリーを使ったチョコレート、珍しいこだわりの材料で作られたチョコばっかりだよ。パッケージもおしゃれなんだよね。 It's very nice to give this to someone as a gift, don't you think? しかもちょうどこのサイズが、まあカードより一回り大きいくらいのサイズだから、デュエマカードと比べるとこれくらいだね。いやみんな、デュエプリンスノエルだ。So what's great about Pana chocolate is that 味が美味しいだけじゃなくて It's healthy. 詳しくはサイトのリンクを description box に貼っておくね。 So Pana chocolate is from Australia. メルボルン発のチョコレートだ。味の種類も本当に豊富で、ここで紹介しきれなかったものもあと何種類かあるから。 They've also got some white chocolates as well. オーガニックのローチョコで white ってなかなか珍しい。ダダン、特別パッケージ。Mint and wild orange. Merci infiniment. You might be wondering, どんな味がするんだ?気になるよね。So, 僕が食レポしていくよ。それじゃあ、食べてみようか。First, let's try cinnamon. シナモンはカカオ分 60%。包みがね、ほら、素敵。ちなみに、内容量は 45g。表面積で言うと、カードと同じくらい?もしかしたら、名刺とかと同じくらいのサイズなんだけど、厚みがすごいね。カードと比べると、
ほら、多分一般的な板チョコと比べて表面積はもう半分以下かもしれないけど、厚さは倍くらいある。持った感じも結構ずっしり。ちなみにシナモンに関しては It has 83 calories per 50 grams 0.8 grams of protein 6.9 grams of fat and 3.8 grams of carbohydrates。 材料も全部 organic。 名前、原材料全部に有機ってついてて、They use cacao, agave nectar, coconut oil, cinnamon oil, salt。 本当にシンプルで無駄のない材料でできてるよ。 So, I can already sense cinnamon。 溢れてるシナモンの香り。みんな見て、見えるかな。 Love the earth。 ハートハートハート。健康のこと、そして環境のことまで考えたチョコレートならではのメッセージだね。いただきましょう。イエス、素晴らしい。本当に口どけが良すぎる。 As I showed you earlier、 結構分厚いんだけど、この厚さでも口に入れた瞬間にスーってチョコが溶け始めた。 Now let's move on to the other flavors。 Let's try mint。 Oh yes, very nice, very very nice。 ミントの完成度高い。 So this uses peppermint oil。カカオ分は 60% で、口どけの良さはもう言うまでもなく perfect。 口に入れた時に鼻から抜けていくミントの香りが広がるんだけど、それが本格的。これは本当に上品な real high quality なミントが楽しめるから、まさにこの口どけのいいこのチョコレートと合わせることでお互いこう引き立て合うというか、ミント好きならば一緒にパナチョコレートミントおすすめです。ちなみに人気ナンバーワン、続いては Sour Cherry and Vanilla。 ほうほうほう、これまた面白いフレーバーだよね。 So as for this one、 パナチョコレートにしてはややカカオ分が低めな 50% だから、ちょっとビターなチョコが苦手っていう人なんかはこれがおすすめ。いやー嬉しいな。朝からたくさんパナチョコレート。ちなみに可愛いメッセージは全部に書いてます。 And I can feel just by touching it。 口どけがいいっていうのがこの時点でわかる。多分光が反射するとわかるかな。触れた部分に指先の跡が残るんだけど、これって本当にチョコの口どけがいい証拠。結構一かきずつ今日は言ってるけど、この半分でも満足感があるくらい完成度が高い。Sour cherry has real cherries in it。 だから本当にチョコの口どけの良さとのコントラストでチェリーのねっちょりとした食感、そこの対比が楽しめる。なおかつちゃんとサワー、カカオ分が50とやや低めだからこそチェリーのサワーな酸味が引き立ってる。こだわってますね。 NEXT We have coconut and goji。 ゴジベリーって知ってる？みんな。ちなみにパッケージに描かれてるのがそれなんだよね。そう、こっち半分はコーコナッ、 and こっち半分がゴジベリー。まさにこんな形をした酸味のあるベリーなんだけど、果たしてその再現度はいかに。香りからして全部少しずつ違う。ココナッツ&ゴジはサワーチェリーよりも少しカカオ分がさらに低い 47% です。This might be 食感が一番楽しい。 Because it has coconut flakes and ゴジベリーが中に入ってるから、2段階で食感が変化するんだけど、それだけじゃなくて I was wondering、 ココナッツが妙に美味しいなと思ったんだけど、 There's a reason for it。 パナチョコレートにはココナッツオイルが使われてるから、 You know, we have coconut flakes and coconut oil。 マリアージュ、ココナッツの香りが好きなんていう方は超おすすめ。 Incidentally, I was having my coffee with coconut oil in it。 僕はココナッツ人間になろうか。続いて Fig and Wild Orange。 オレンジ、Fig。 Fig っていうのはイチジクのことだ、みんな。ちなみにただのオレンジじゃない、 Wild Orange だ。カカオ分 55%。 楽しみだね。おお、爽やか、アロマが爽やか、弾けるような柑橘の爽やかさをもう感じる。素晴らしい。ちなみにこの割る段階でもねっちょりと、わかったかな今。 Here here、 ここいただこうか。オレンジのあのねっちょりとした感じがね。そうなんですよ。 It says flavors だけど、
その味のチョコっていうよりもまさに素材そのものを生かしたチョコ、それがパナチョコレートだ。うん、感じました。I found you, thick and wild orange. 香りは柑橘系のオレンジの香りが強かった。口に入れた時も、初めはオレンジの風味が広がって、オレンジ and chocolate が合わさって、まるでオランジェットのような、そんな上品な印象を受けたんだけど、最後の方にチョコが溶けきる寸前にプチッと弾けたんだけど、それがイチジク。しっかりとイチジクのプチッとした食感まで楽しめる。So, we've had several different flavors today. そうだね。この中で食感を楽しみたいなら、Coconut and Goji とか、Fig Wild Orange とか、Sour Cherry Vanilla。こういった原材料にフルーツが使われているのを選ぶといいかもしれない。傾向として、The ones that have dried fruits in it are カカオ分もなんとなく低めな印象で、甘いすっきりとした仕上がりになってるよ。で、王道のパナチョコレートというか、パナチョコレート本来の口どけの良さを存分に味わいたいという方は、シナメンだったり、ミントだったり、そういったところを選ぶといいかもしれないね。ごちそうさまでした。To summarize、一粒でここまで満足感が高いチョコレートはないんじゃないかっていうくらい、口どけが異次元。そう、Enchanted Flavor。 思わず目を閉じて味わいたくなるような、そんな完成度のチョコレートだ。気になる方は概要欄をチェックしてね。 And I'll be posting more detailed reviews on my Instagram, so please check my Instagram as well. Today I introduce you guys 体にも環境にも優しい素晴らしいチョコレート、パナチョ。というわけで、 This is it for today. Thanks for watching. I hope you guys enjoyed, and if you did、高評価とチャンネル登録は忘れずに。 See you in the next video! A bientôt!